ジョー・ボーチャードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市、パノラマシティ地区出身の元プロ野球選手。右投げ両打ち。高校、大学時代は、野球とともにアメリカンフットボールの選手としても、活躍した。2000年のドラフト1巡目で、シカゴ・ホワイトソックスに入団し、2002年に、メジャーリーグに初昇格した。その後2005年まで、 毎年メジャーリーグ昇格を果たしたが、定着するには至らず、シーズンの大半はマイナーリーグでプレーしていた。2006年の3月下旬にトレードでシアトルマリナーズに移籍したが、5月初めにウェーバー工事にかけられフロリダ・マーリンズに移籍した。同年は、ボーチャードにとって大半をメジャーリーグで過ごした初のシーズンとなり、2チーム合計で114試合出場。 10本類だと自己最高の成績を残した。翌2007年も引き続き、マーリンズで85試合に出場したが、打率196に終わり、シーズン終了後に自由契約となった。結局、ボーチャードがメジャーリーグでプレーしたのはこの年が最後となった。2008年からは、アトランタ・ブレーブス参加のトリプル A 級、リッチモンド・ブレーブス、2009年途中からは、 サンフランシスコジャイアンツ参加のトリプル A 級フレズノグリーズリーズでプレーした。2011年は独立リーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約したが6月に引退を表明した。ポジションは外野手であるがメジャーリーグで2006年に1試合だけ一塁手としてもプレーしている。ありがとうございます。